日本財団が推進する海と日本プロジェクト in 新潟。新潟市の中心に位置する酒蔵今代司酒造、伝統と技を継承し昔と今を結ぶ酒造りに取り組んでいます。さざ波の音を聞いているとすごく落ち着くというか、そういう癒し効果がある場所だなと思いますね。海に関わる商品を開発をして、その商品を通じて海のことを思っていただける時間を作れたらなということで、今回商品化をすることができました。海と酒蔵を結ぶ新商品、佐渡の海洋深層水を使った甘酒です。で、今回の海洋深層水の甘酒でもそんなに癖がなく、サラサラと水の美味しさとお米の美味しさを両方感じていただけるような甘酒ができたなと思います。海を大切に思う気持ちから誕生した甘酒、この商品を通じて未来に届けたい思いとは。温かみのあるいい海の絵とかをラベルにできたらいいなと思う中で、ことことさんっていう活動をされて皆さんと出会うことができたんですけれども、海の素晴らしさだけじゃなくてダイバーシティの 大切さみたいなことも伝えられる商品になったことはラッキーだったなと思いますね。楽しいラベルを見ていただいて海のことを考えてみていただけたら嬉しいですね。海と日本、海と日本プロジェクト in 新潟、動画をご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。